平間総一。はい。総一に今から、電話したいと思います。おお。総ちゃんですか。総ちゃんですよ。じゃあ電話しますよ。はい。総一なら分かるかな。総一ね大丈夫。今日ねハンサムリハ休みだったからあいつ。あ本当。何してたかがこれは本当にね気になると思う。ゆうちゃん明日俺オフだわって言ってた。言った。よろしく。もしもーし。早っ。早っ。早っ。もしもし。見てる。おー見てる。イエー見てる。パックしてる。でもめっちゃこれ時間差あるね。マジっすか？うん、めっちゃあるよ。まあまあ気にしないで気にしないで。楽しい。ありがとう。ありがとうね、そいつ。切っちゃダメだよ、俺の時は。お客さん見てるね。え？切らない、切らない。大丈夫。そいつ、俺髪切って。え？髪切ったんだけど、どう？誰が？俺が。ああ、かっこいいと思うよ。あれ？相変わらずだな。いいな。とんかつまた食べに行こうね。あ、じゃあ、見てくれてるってことは何の電話かはっていうのは大丈夫ですか？何？分かってないの？聞こえない、聞こえない。何の電話かっていうのは分かってるかな、これは。あ、分かってるよ。分かってる。総一の、うん、お気に入りのゴージャスのワンシーンをどこか一つ、はい、教えて。いいの？うん、ぜひぜひ。じゃあね、はい、お願いします。もうね、これなんて言ったらいいんだろうな。まあ、ゴージャスは全部いいのは当たり前じゃないですか。もちろんもちろん。そう、その中でもやっぱり群舞っていうものにこう皆さん見てほしくて、もうあれは素晴らしいんですよ。確かに。ワンカウントワンカウントズレみたいなのでみんなが踊ってるとか、うん、そうだよね。もう二十何人いる中で、うん、そうだね。そのなんていうか迫力というか、うん、誰も手を抜いてない感じがね、うん、本当に。そうそうそう。うん、で、こうゴージャスの素晴らしさはやっぱりこう五郎さんと寺脇さんがリーダー的な存在になってるから、こう、うん、誰一人としてこう信頼してない人がいないんですよね。そうだよね。なるほど。普通だったらなんか初めてお会いする演出家とか、うん、あこの人どんなことやらせてくるんだろうとかこう不安な気持ちとかあると思うんですけど、うん、いやもう五郎さんたちだったらついていくしかないっていう気持ちがあって、うん、そういうところからこう群舞にも迫力というか自信満々でみんなが見せるっていう迫力があるんですよね。そうだね。伝わってる？これ伝わってますよ。もうほんと？うん、これ俺の言ってるやつも映像で後出るんでしょ？出るよ。いや、今ね出るんでしょ。今用意してるから大丈夫だよ、そいつ。今用意してるんでしょ。大丈夫だよ。用意してるよ、うん、これもうそこ見てもらったらもうすべてわかると思います。わかりました、はい、じゃあそれを今見せるわ、はい、見せる。お願いします。そいつは今日何してたの？今日休みでしょ。今日そう、今ね、カフェラテ飲んで見てたよ。カフェラテめっちゃ好きやから。今日何時に起きたの？みんな、あれね、これ見てください、うん、皆さんも風邪とかには気をつけてください。そう、最近流行ってるからね。流行ってるからね。うん、本当に。そいつも今日はゆっくり休めた？休んだ、休んだ。本当に？もう本当。明日からまたハンサムだもんね、俺らね。そうだよ。イエス、ハンサム。頑張ろうぜ。そろそろもう追い込みだよ、そいつ。頑張ろう。はい。じゃない。そいつ、ここのカウント何だったっけ？俺、ここできないんだもん。俺、遅れちゃうんだ、これ。ここワンだ、ワンからだっけ？すげえ、パソコンからの声が遅れてきてさ。もういい、分かったよ。そうじゃ分かったわ、それ。ねえ。ありがとうね、そいち。ああ、分かったよ。かわいいな。切られると思った。切られそうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。そいち、ありがとう。じゃあ、また明日。またとんかつで。イエー。はーい。はい、というね。ガラス可愛いやつだな、本当に。いやいやいや、とんかつ。何、とんかつ食いに行ってた？昨日ね、行ったんですよ。昨日とんかつ食いに行ったの？とんかつ。マジで？3人でとんかつ食べて帰った。そっか。そういうこと。俺ラーメン食って帰った。というわけで、総一の言ってた群舞の映像が用意できました、はい、ということで、こちらを見ていただきたいと思います。総一のお気に入りのワンシーンはこちら。
やっとお目覚めか。ご気分はどうだ、ご気分は。寝すぎの坊やがついに目覚めた。ありがとう神よ、この子に命をもう一度与えてくださった。生きる意味と価値をくださった。ありがとう神よ。なるほど。いや楽しそう。楽しそうだな。軍部なんかこう誰も手を抜いてないっていう ね、 そうなんだよね。みんなもうガチの本気なのがすごく伝わってきて、うん、で俺も星野大地見た時は2階席かな3階席で見て、はい、やっぱ上から見る人もたくさんいるから、うん、やっぱ後ろまで見えるんだよね、うんうん、そう全員のダンスが、はい、だからそういう意味でもねやっぱ意識的になるよね踊ってる人は、うん、そうですね、うん、そうだな。いやそいつがいいと思うなね。俺もいいと思う、ここは、うん、間違いないね。間違いない。俺らもそれに混じるわけだからね。そうですね。いや、ちょっと頑張っていかなきゃな。はい、ナイス、ソイチです。ソイチ、ありがとうございました。とんかつ、とんかつ。というわけで、じゃあ続いての方になります。まだいますか。まだまだ、もう今日は盛りだくさんでいくよ。マジで本当に、うん、さあさあ、皆様お待たせしました。